どうも、ゆうさです。はい、さあ、ツイキャスの動画見ていただいた方も多いかなと思うんですけど、ミスリル、まあ、200個使って引けず、まあ、200個なんてね、まあ、そんな多くはないですけど、まあ、引けず、かなりへこんでたんですけれども、気持ちをもう一度奮い立たせてですね、集めてきました。まあ動画の中でも言ってたと思うんですけど、なんとか50個集めれるんじゃないかって言ってたんで、今すいません、ちょっと画面映りきってないかもわかんないですけど、53個ありますミスリルが。はい、ですので一度だけ、もうこれ最後ですね。もうここから多分どんだけ頑張ってもあと、まあ、10個20個ぐらい限界だと思うんで、まあ、とりあえずこれが最後で11連引いて、私のシンクロ狙いは一旦おしまいということにしたいと思います。はい、では、今53個見ていただけますね。はい、 OK。 まあ、このパターンでラストのラストって言って出た時もありますし、欲しいものが、はい、まあ欲しいもの、手に入れたいものは追いかけないと出ないということなので、さあ行こう、初のシンクロ来い。俺にまだチャンスは残したのかな、これチャンスは残したのか。はい、です。何これ、ローブ的な、何ですのこれ。おう、風数屋の覚醒、風数屋もうマジ揃いましたね。マジか、全部揃ったんじゃないですか、ね、風数屋、オーバーフロー奥義、覚醒、戦技も出て、シンクロも出、シンクロじゃないや、チェイン、シリーズチェイン揃ってるし、はい、拡張高き妖精、なんて読んだらいいのこれ、覚醒モード、ややこしいですねまたこれ。うん、味方全体に潮浴びの精錬度に応じて軽減割合が変わる、ダメージを1回軽減するバリア、バリアなんや。リジェネが一定時間生存性まとい、リジェネがをやるけど攻撃なんや。でも生存性アビリティ使用時にもう一回放つ生存性アビを使用するたびに追撃、追撃がバリアやから、まあ、回復アビでもいいよということですね。で、攻めることもできるよと、一応精まとうから。はあ、なんとも、まあ確かにサブとしてはスーパーサブみたいな、まあ、あの回復を 1.5 枚にすることができるっていうことですよね、風数が入れて。なるほどね、まあちょっと面白いかもしれないですね。はい、ということで私のシンクロ狙いガチャはこれにて終了。まあ、当分ちょっとガチャはもう引きたくないな。ログインすらもちょっとしんどいですけど、ログインだけは頑張ってやって、とりあえずまたミスリル貯めたいなと思います。なんかもうあれなんですよ、そのガチャでコーンとこう欲しいもんが出たりしないとなかなかこう、なんていうんですかね、やる気が起こらないんで、はい、この辺でちょっとまあ貯めるということをちょっとモチベーションにしてやりたいなと思います。では見ていただいてありがとうございました。本当にご心配応援いただいてありがとうございました。